今80歳の人ってバブル時代に働いてた人たちなんですよね。就職が決まると、例えばこの会社に新卒で入りますってなると海外旅行に2週間とかをその会社が出してくれる時代があったんですよ。うちの会社で内定を出します。その間に他の会社から内定をもらって、やっぱりこっちに来ますってなるとまずいから、もう2週間その学生をハワイに連れてっちゃうとかっていう時代だったんですよ。でタクシーの運転手とかも、タクシーみんなが乗りたいから1万円札を振ってタクシー止めるんですよ。でタクシーの乗った乗車料金とは別にチップを1万円払うのが当たり前だった時代があったんですよ。っていうバブルの時代に50歳とか、要は会社のそれなりのポジションにいた時代なんですよ。働けばアホみたいに金が入った時代で、あの時代で、ね、日経株価4万円とか超えてるんですよ。今2万4000円とか2万2000円とかかな、もう半額ぐらいになっちゃってるんですけど、っていう時代を生活してたのに5000円足りないですって、いやそれお前らのせいだろって思うんですよ。